おはようございます。今日の話は斉藤ひとりさんの変な人が書いた人生の哲学という本の中から、嫌な人に対して嫌と言える人にという話です。嫌な人から好かれたらおかしな人間になってしまう、それは例えば、おまわりさんが泥棒から好かれたらおかしいでしょうと、嫌な人から好かれるとその人も嫌な人になってしまう、そして、嫌な人間と付き合っているから嫌な人生になってしまう、嫌な人は稀にしかいない。だからその稀とわざわざ付き合うことはないよ。ではどういうふうにな人と付き合うか。ほとんどの人は普通かいい人なんだから、そっちと付き合えばいいんだよという言うわけですね。で、この人嫌だなと思ったらはっきりと顔または声に出してノーと言っていいんだと。ノーと言ったから相手を傷つけるなんていう人がいますけれども、傷ついてるのは相手ではなくてノーと言えないあなたです。斉藤ひとりさんが、なんで神様が味方になってくれるんですかとひとりさんに聞かれた時にですね、いろいろ考えたら、その一つにですね、嫌な人に嫌ということもその一つだと気がついたというんですね。人にノーというのは冷たい人間に見える。だけど、嫌な人に嫌な顔をせずに親切にしてもその人の嫌なところは治りっこないんだと。よくどんな人でもいいところがあるという言い方をするけれども、それを探すのはあなたの役目じゃないよと。で、一番いけないのは嫌な人間から嫌われるのを恐れたり、その人から好かれようとすることだと。その中でも一番最悪なのは嫌な人間をいい人に変えようとすることだと。この自分のひとりさんの知り合いにも暴力亭主と一緒にいてですね、相手に尽くして変えようとした女の人がいたと。何度も言うけれども、人は変えられても、自分は変えられても人は変えられないと。その人の場合も離婚すると言った時だけ亭主は反省して優しくなる。だけどすぐに元に戻ってしまう。相手は、治る必要なんかないんだと。治す必要があると思ったらもう自分で変わってるととっくに変わってますよと。嫌なものに嫌と言えないのは口うるさい親に育てられ親から嫌われるのを恐れているような人が多いということですね。で、人がいいということもあります。断れることによって人から嫌われることを恐れる。で、断れない人は逆に人に都合よく利用されているということもありますよと。結局は自立してない、大人になってないからだと。子供の頃から素直ないい子を演じてきた、そういう人はですね、自己主張が苦手だと。自己主張すぎるのも問題だけれども全くできないのももっと問題だと。で、理由、断るのに理由が必要だと思ってるけれども理由なんかいらないんだと。嫌だったら嫌と言えばいいということを言っています。じゃあ今日これで終わります。